今回紹介するのは、大人の語彙力が使える順できちんと身につく本という本です。大人として身につけておきたい教養の一つ、語彙力のある人や、話していて知性を感じる人は、適切な文脈で豊富な言葉を使いこなします。語源やニュアンスといった言葉の背景を理解した上で、年齢や立場に合わせて言葉を磨いているのです。そこで本書では、言葉の意味だけでなく、使用シーン、成り立ち、強さ、重み、ニュアンスといった基本知識に加え、知性あふれる言葉を日常で使いこなすための解説をつけました。言葉の引き出しが少なくて、思っていることが伝わらない、幼い言葉を使っているせいで、バカっぽく見られている。そんな思いが少しでもよぎったら、ぜひ、本書を読んでみてください。普段の会話はもちろん、仕事でのやりとり、メールや手紙、お詫びするときなど、あらゆる場面で使える厳選200語が身につきます。目から鱗、なんとなく使っていた言葉が実は間違っていたり、正しい言葉に修正するだけで相手への印象を大きく変えることができることに気づかされました。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。